イエクラは、スペイン・ムルシア州のムニシピオ。2016年の人口は34,037人。スペインワインの産地として知られる。イエクラと表記されることもある。サリーナス産地・ムルシア州の最北端にある、自治体であり、バレンシア州アリカンテ県、ビリエーナ、ピノウソ、カスティーリャラマンチャ州アルバセテ県、フエンテイコールアラモ、モンテアレグレ、 ベルカスティージョ、アルマンサ、カウデテと境界を接している。面積は 607.7km であり、標高は6 0 2メートルムルシア州の州とムルシアからの距離は 96km。南西のフミイリアとイエクラの2自治体でアルティプラーの軍を構成している。自治体名と同盟の中心集落の他に 23km 離れてラスパイ集落がある。 サリーナス産地、アラビサン、マグダレーナ産地などに囲まれている。著作家のアリソンとホセルイス・カスティージョプチェは、共にイエクラ生まれであり、イエクラの学校には、両名の名前が冠されている。イエクラでは南西にあるフミーリャと共に、ムルシアヤギやグラナダヤギが飼育されている。19世紀中頃以降は、農業が卓越し、主にブドウ、オリーブ、アーモンド、穀物を生産している。 20世紀前半には家具製造業も勃興し、今日では家具製造の街としても知られている。イェクラ家具フェアの開催地であるほか、常設の家具展示場も置かれている。イェクラの範囲イェクラの自治体域を含む、ムロシア州北部には、スペインワインの原産地故障制度であるデノミナシオンでオリヘェンに認定されているイェクラがある。南側と西側は、フミ入ラに北側は、 アルバンサに東側はアリカンテに完全に囲まれている。イエクラはモナストレルダネを用いた赤ワインで知られる。この地域では2000年以上前からブドウ栽培とワイン生産が行われており、古代ローマ人によって導入されたと考えられている。19世紀末にはフランスワインの産地がヨーロッパ武道の発火症状で大打撃を受けたため、フランス人ワイン商人が イェクラ地域のワイン生産に関与するようになった。1975年には、スペインの原産地故障制度であるデノミナシオンでオリヘインに認定された。イェクラのブドウ畑は、標高400メートルから800メートルにあり、地中海とメセタの繊維地帯にある。土壌は石灰質であり、強度は砂質で水はけが良い。気候は地中海性大陸性気候であり、 乾燥した長い夏季、穏やかな冬季が特徴である。夏季の最高気温は摂氏39度に達し、冬季の最低気温は摂氏マイナス5度に達する。年降水量はわずか300ミリメートルであるが、春季と秋季には暴風雨に見舞われることがある。日照時間は年平均3000時間と長い。エスタディオ・コンスティトシオン1950年には、 サッカークラブのイエクラーの CF が創設され、11シーズンをセグンダ・ディビシオン B で、18シーズンをテルセーラ・ディビシオンで過ごした。1989から90シーズンにはテルセーラ・ディビシオンで優勝した。サッカースペイン代表経験のあるハビモレノは、若手時代の1997年にイエクラーの CF でプレーした。2004年には、 イエクラーの CF が解散し、後継クラブとして、イエクラーのデポルティーボが創設された。2004から05シーズンは、地域リーグ一部で1位となって昇格し、2005から06シーズンは、ムルシア州リーグで2位となって昇格した。2006から07シーズンは初めて、テルセーラ・ディビシオンでプレーし、2009から10シーズンは2位となって昇格した。 2010から11シーズンは初めてセグンダディビシオン B でプレーしたが19位で降格した。2011から12シーズンはテルセーラディビシオンで優勝して昇格したが2012から13シーズンはセグンダディビシオン B で20位となって降格した。イエクラーのデポルティーボは4戦席を持つエスタディオ・コンスティトシオンをホームスタジアムとしている。ありがとうございます。